でこれでだいたい1ヶ月後ぐらい、何あんた、だいたい生まれて1ヶ月後ぐらいですねになれば、一応トイレの練習に入ります。ケージの中にトイレを入れて、でここにおしっこするという、まあ本能的に砂のところでおしっこするんですけど、一応練習させるという形になってきます。で大体なんで1ヶ月後かって言ったら、まあもう離乳が、その時に離乳しだしすんで、で餌をあげると、やばし餌を食べ、カリカリとかの餌を食べたりとか、まあ大体ウェットとか言うけど、大概もうそれ超えてカリカリとか食べれるような感じになってますので、でカリカリかウェットをあげて、子猫用のやつですね、あげて、ほんでうんちがね、やっぱし結構出るようになるんで、ここら辺からトイレの練習になってきます。そんな感じです。でこれ実は2階専用のケージにしてるんですけど、入り口にはカリンがニャルソックしてます。ここが入り口なんですよ。で一応2階に出口を作ることで、生猫だけ、母親だけが出れるようにしています。そんな感じですね。ちょっと興味津々になってきてるみたいですね。ちょっと猫映しとこう。なかなか入れへんな、やっぱし。ロビンさん、女の子やから、やっぱし本能ってすごいですね。オスはね、まあちょいちょい来るんですけど、あんまり興味ないみたいな感じやけど、女の子は結構やばしきますね、こういう風に気になって。カリンの子やけど、のみさんも気になってきます。今ちょっと冒険中ですね。お、行った行った、行きましたね。なかなか入れんな。のみさん、のみさん気になんの？のみさん、のみさん、はい、気になんの？そうですか、そうですか。
猫取りはもうすぐ覚えるんで、もう1ヶ月もあったらもう全然大丈夫です。そんな感じです。カニさんが気になってます。やっぱりね、子猫の時にちゃんとね遊ばせとかんと、あれなんですよ、なんかね変な猫になるんで、ちゃんと遊ばせとかんといけないですね。でこんな感じでお水を用意して餌も用意すると、ただだいたい親が食べてしまうという低たらくですね。子猫はこっちに避難してますこんな感じでだいたい1ヶ月ぐらいですね、前後ぐらいで。でまあ本当は言うたら2ヶ月ぐらいなんですけど、なんかあの獣医さんも言ってるんですけど、もう1ヶ月後ぐらいで食べある子は食べるからみたいな感じで、その無理やり食べさせずに自然に置いといて食べる子は食べるんで、そんな感じでやっていきます。